まさか仕様変更ですか？なんで営業が勝手に飲むんですか？俺もう残業100時間超えてるんですけど。やるしかないだろう、受けちまったんだから。大丈夫、できますよ。え？でも倉田、お前。僕の本業はプログラマーですから。やっつけ作業にぶっつけ本番もいいところですけど、成功させるしかありません。ニュートラルグレードのメフィストマックス、もう出てるとは不覚。なんとこれはハイディバインではありませんか。こんなところに。上がると思わなかったな。倉田さん、あの人すげえっすね。超ド級のオタクだけどな、あいつ。 2DK のアパート、そのうち一部屋丸々プラモで埋まってるってよ。モデラ？そう、それもロボットアニメの。オタクでもいいですよ、俺一生倉田さんについていきます。あの無駄のないプログラム、まあ天才だよな。ああ、今日買ったプラモも、家に積んであるプラモも、今後発売予定のプラモも、もう作れないのか。なんという無念。陛下のご様子はいかがでしたの？お父様。変わりなくご健勝であらせられる。このフレメビーラが魔獣の脅威にさらされつつも繁栄をことほいでいられるのは、ひとえにアンブロシウス陛下のご意向あればこそだ。こたびも我がライヒエラ騎装士学園には過分のお言葉と金子を賜った。ナイトランナーをさらに育てよということだ。婿殿も忙しくなるな。マティアスなら心配いりませんわ。エルネスティの成長も気がかりなことよの。エルは確かに他の子供たちに比べれば小柄ですが、きっと大きなことを成し遂げる、そんな気がするのです。お前は下がっておれ。
ジビロエをしたぞ、マティアス。カイドウで魔獣被害の方があり、石膏に出ていたのです。エル、怪我はないか？ロボットだ。ロボット、シルエットナイトのことか？シルエットナイト、そうだ、魔法で動く騎士のことだ。気に入ったのならエルよ、将来はナイトランナーになるか？ナイトランナー、ナイトランナーになればシルエットナイトに乗れるんですか？大きくなって魔法を覚え、剣を学べばな。僕がこの世界に生まれ変わったのはこのシルエットナイトに出会うためだったのか。僕はナイトランナーになります。時に西方暦1268年、人と魔獣が半島を接するフレメビーラ王国、その王都カンカネンにほど近い学園都市ライヒアラよりこの物語は始まる。波の子供なら嫌がるであろう座学と地道な訓練を幼いエルニスティは決して厭わず、むしろ嘆溺した。彼にとって日々の学びは全てシルエットナイトに通ずる王道なのであった。風の基礎式に強化と放出の術式を加えて実行。そうか、これはプログラムと似てるんだ。そして瞬く間に3年余りが過ぎた。早くしてよ、きっと見つかっちゃう。そんなに慌てんなよ。朝になったらあの人が来ちゃうじゃない。絶対会いたくないの。母様は会わせたがってるけどな。あの人が父親だなんて絶対嫌なの。貴族が何よ。それは嘘じゃないからな。だったらキッドは残れば。いや、アディについてくよ。何その言い方。僕はエルネスティと言います。男の子？朝の鍛錬の途中です。屋根の上は滑りますのでお気をつけて。では。ちょっと待てよ、鍛錬ってこんなところでか？怪しくない？っていうか可愛すぎるし怪しいよね。これがエルネスティ生涯の友となるアーキッド、アデルトルートとの出会いであった。さっきの魔法だろ、俺たちにも教えてくれよ。簡単に身につくものではないですよ。まず本人の魔力、マナを鍛えることから始めないと。やるやる。覚悟があるなら教えるのはやぶさかではありませんが。やったー、君可愛いのに頼りになる。奥様、ご兄弟があんなところに。おっと。また明日ね、夜明け前にここで。はい。エルネスティが住まう町ライヒアラには一つの目的があった。それはシルエットナイトを操る起草師、ナイトランナーを育成することである。当然のごとくエルネスティもナイトランナーを目指して起草師学園に入学することとなった。今配ったのは君たちが学ぶ授業を表にしたものだ。ではまず初等部のページを開いて。シルエットナイト設計基礎？こんな素晴らしい授業が。エチェバルリア君、そこは中等部のページだ。その時間に君が受けるべき授業は魔法学基礎だ。お言葉ですが先生、僕は一刻も早くナイトランナーになりたいのです。今の君には致命的に足りないものがある。それは基礎学力と身長だ。まあなんだ、落ち込むなよエル。操縦席は大人のサイズで作られている。失念していました。早く大きくなりたいです。ダメ、エル君はエル君のままがいいの。僕は僕のまま。そうです、僕が変われないなら他を変えればいいんです。どういうこと？だから作ればいいんです。シルエットナイト？本気なの？憧れの専用機、カスタマイズこそメカの花。
全身くまなく改造するとなると、ますます設計構造についての知識が必要となってきますね。やはり魔法学基礎の授業はどうにかして免除。ここまでおいで。新品の金槌なんて生意気で。そうだそうだ、ドワーフのくせに。どうしたんですか？あいつら俺の足が遅いからっていつもちょっかいかけてくるんだよ。あの金槌、初めて自分の小遣いで買ったものなんだ。絶対取り返す。待ってください。あなたはこの学園で何を専攻してるんですか？俺たちドワーフがナイトランナーを目指すとでも？うちは代々ナイトスミスの家系だよ。失礼しました。僕はシルエットナイトに関わる人々には敬意を抱いています。ぜひあなたの手助けをさせてください。ここまでおいで、ノルマンのバンドさん。あいつら二人とも行きますよ。オッケー。エアロスラストバタソン発射。お前ら何者だ？なんつうハイスペルをマスターしてるんだ！つまりお前たち二人ともあいつから魔法を教わったってことか。そう、大したもんだろ。杖って使いづらくありませんか？ああ、僕たちが普段魔法を使うためには魔力を魔法という現象に変換するための触媒とそれを取り付ける装置が必要になります。その最も一般的な形がこれですけど。めっちゃ使いこなしてるじゃん。日常レベルならば。日常？しかし騎士にはもっと精密な魔法を要求される局面もあるはずです。杖の形そのものを改良できないでしょうか？例えばこんな風に。なんだそれ。変な杖。名付けてガンライクロットです。魔法を打ち出す銃と敵を切り伏せる剣の機能を持っています。ほう、坊主、妙なことを考えるじゃねえか。試作していただけたら効果をお見せできますよ。でけえ口を叩くからには自信があるんだろうな。ファイヤーボール。今年の生徒はなかなか粒揃いだね。まことに。もっとも中にはいささか自己評価の高すぎる者もいるが。先生、一つお願いがあります。何かね、エチェパルリア君。もしもこのマナ測定で授業内容を超える結果を出せたら魔法学基礎の受講を免除していただけませんか？エチェパルリア君、君はまだそんなふざけたこと。至って真面目なお話です。僕にはこの時間別に受けたい授業があるのです。いくら君が学園長のお孫さんでも特別扱いはできない。分かっています。ですから冷静かつ客観的に判断していただきたいのです。魔法学基礎を免除するということはすでに君には中等部に匹敵するほどのマナと知識があるということになるが。もちろんです。よろしい、では見せてもらおうか、君の自信のほど。なんだよあれ。変なの。ピアシングランス。授業の免除を認めていただけますか？初等科新入生がハイスペルを披露して一気に中等部の受講資格を得たという噂はその日のうちに学園中に知れ渡ることとなった。だがそれは後に世界を揺るがすことになるエルネスティの活躍の始まりの一歩に過ぎないことを人々はまだ知らない。エーテルリアクターの構造？はい、いわゆる魔力転換炉。それこそがシルエットナイトの活動の根源となる器官、いわば心臓です。その構造を理解せずしてシルエットナイトを極めることはできません。そりゃその通り、だからこそ国家機密になってんじゃねえか。バトさんのお父上でもご存じないのですか？うちは吹けば飛ぶような鍛冶屋だぜ。
内部構造どころか製造元も知らされてねえよ。うん、お前を本気で機体を自作するつもり？もちろんです。王国の現行正式機カルダトアが登場して100年、以来一向に開発は進んでないんだ。うちの学園で使ってるサラドレアに至っちゃ300年前の設計なんだぞ。新しい機体なんてそういそれ。大丈夫、できますよ。エル君、エル君、そろそろ出発だよ。この話はまた今度。気をつけろよ、後頭部の護衛があるっつっても相手は魔獣だからな。ライヒアラ寄贈士学園は実習と実践を重視する。騎士科中等部と高等部の生徒が向かう先は比較的小型の魔獣が生息すると言われる森林地帯であった。はっ、やれやれ、魔獣一匹出てこない。退屈な道のりだね。聞こえてるわよ、D。あんた文句ばっかりね。事実を言って何が悪い。ヘルビーも D もやめないか。戦うだけが訓練じゃない。シルエットナイトでの長距離行軍も目的の一つだ。さすが騎士科筆頭のナイトランナー、言うことが違うね。あー、腹いっぱいだ。うまかった。きっとったらお行儀悪い。ここの班はもう食事が済んだの。ずいぶん手際がいいのね。あ、ステファニアです。生徒会長。姉様で結構よ。母親は違えど兄弟であることは否定できないのですし。あなたがエルネスティ・エチェバルリア君ね。はい。学園にあなたのことを知らない生徒はいないわ。でもどうしてそんなに急いで進級したがるの？シルエットナイトの何がそうさせるわけ？どうしてと言われましても。ちょっと変わっているのね、あなた。あの姉様、そんなに警戒しないでちょうだい。私は可愛くて賢い子が好きなだけ。え？残念だけど3年生はこれから夜間演習なの。いつかきちんとお話ししてみたいわ。アリエル、今まで黙ってたけどさ、生徒会長と俺たち父親が同じヨアキム・セラーティっていう公爵でさ、ただうちの母親の方は貴族の手じゃなくて、俺とアディはいわゆるその非嫡出子ということですね。事情は了解しました。それで今後の方針は？方針？撃退ですか？黙殺ですか？それとも闇討ちですか？そうそう、闇討ちってねえよ。エル怖えよ。お前、友人が困っているなら放っておく気はありませんよ。助けが必要なら言ってください。ありがとうね、エル君。頼もしいぜ、相棒。やっぱり巨大ロボはいいですね。これぞ心の癒し。一家に一台は必須です。学園のシルエットナイトは騎士団からの払い下げだと聞いていますが、この機体は随分とカスタマイズされていますね。もはやベースとなったサロドレアとは別物です。アールカンバーが俺のものになってもう2年だからな。修理と回収が積もってこうなった。こんばんは、エドガー先輩。見回りですか、先輩お一人で？相方のディートリヒが面倒がってな。先輩もシルエットナイトが好きなのですか？さあ、好きか嫌いかと言われれば好きなのだろうな。こいつは私の武器であり鎧であり、かけがえのない相棒でもある。よくわかります。僕も早く相棒を手に入れたいです。どうだ、乗ってみるか？え？操縦しろとは言わない、蔵にまたがってみるだけだ。いいんですか？やはりアブミには届かないか。どうした？僕は今ロボットに乗っています。ロボット？なんだそれは。男のロマンです。アディ起きろ。
エル君。すぐに避難です。え、大量の魔獣が出現して夜間演習中の3年生が襲われたそうです。1年2年は荷物を持たずに直ちに避難しなさい。高等部はシルエットナイトで前進、生徒の救援に向かえ。おじさん、メイスヘッドオーガに殺されたんだ。神話やめなさい。ステファニア姉様。姉様。よし、出していいぞ。先生、お願いがあります。また君かね、エジバルリア君。私の出番だ。行くぞ。グエル。中東部諸君は安全な場所へ。魔獣の相手は俺たちがする。さあ行くわよ、トランドオーケス。それにしてもなぜこれほどの魔獣が。腑に落ちませんね。ただで通すと思うなよ、化け物め。嫌な予感がします。